僕は目覚めた。いつも通りも変わらない天井を見て、学校行くのだるいなと一人ごつ。起きないからね。家を出ると幼なじみの岸ちゃんが待っている。いつも一緒にいるせいなのか、周りから夫婦と呼ばれることもある。二人は付き合ってるの、昨日下校途中に言われた言葉を思い出し、なんとなく話しにくい雰囲気の中歩みを進める。からかわれただけで気にすることでもないのに、なぜか忘れられない。口達者な騎士ちゃんも同じことを思うのか。毎朝面倒なこと話しかけてくるのに、よは静かだ。挨拶の仕草もそこにはなかった。